ザ・ピローズ山中沙夫です。去年の12日にアルバムを、そのあソロアルバムですね、はいはい、退屈な男、はい、退屈な男なんですよ。退屈な男だと思います。音楽、まあ、お酒も好きですけど、音楽、うん、なんか僕の周りのミュージシャンの中を見てると、何かもっと音楽、ミュージシャンでも音楽以外にいろいろ興味あることがもっとあって、いろいろこう幅があるというか、もう僕の世代でみんなが好きというと、はい、子供の頃からプロ野球が好きだ、ひいきのあのチームがあったりとか、はい、ワールドカップをみんなで応援したりとか、はい、なんかあるじゃないですか、はい、それも全くわからないんです。僕は昔からとにかく少数派気取りで、とにかく少数派っていうのがかっこいいと思ってたんで、でもともととにかく僕は望もうと望むまいと、望むまいとあの少数派が多くて、例えばあの今飲めますけど、僕37ぐらいまでほとんどビールを飲んでないんですよ、嫌いで。でも大体ビールってみんなの共通項のように出されたりするじゃないですか、まずビールみたいな、まず駆けつけいっぱいで、それも不愉快だったし、あの取材とか行って黙ってコーヒーとか出てくるんですね。でもコーヒー飲めないんですよ。あ、コーヒー飲めないですか。でそれもコーヒーはみんなが飲むだろうみたいなのも苦手だし、タクシー乗って急にプロ野球の話とかされる運転手さんとかいて知らねえよみたいな、だからそういうみんなが好きなものが好きじゃないってことがちょっと多すぎて、そうするとね、まあ、ピローズみたいなちょっと歪んだアルバムを作るのになってくるわけですよね。歪んだままずっと見てますけど。そうなんです。例えばじゃあ作曲するときとかはほとんど飲んでます。ピラフだと、いろいろこう計算が働くんです、音楽を作るのに、うん、うまくやってやろうみたいな、なんか今自分が何を思っているかとかが、今僕23年目、なピローズも23年目なんですけど、だんだん分からなくなってくるんですね。昔は本当に自分の感情にたどり着くのがもう一瞬だったというか、パッと振り向いたらいろんなものがごちゃごちゃあっても、その中で自分の欲しいものがすぐ分かるというか、振り向いてあこれってもう1秒で分かるっていう、それがだんだんこう分からなくなってきてる。で今もうすごい目を凝らしてすごいじっとそっちを見て、もう考えに考えてあこれかなっていう風になってきてる感覚が自分ではあるんです。でもそれが酔ってると割とこれってすぐ見てパッとこうあのゴミのガラクタの山からすぐ宝物をパッと見つけたりするような気がします。なんか朝起きて全く記憶のない歌詞が出来上がってる時があって、あのそれあのハッピービバークというアルバムに入ってるラストダイナソーって曲なんですけど、朝起きたらなんか曲と歌詞が完成してて、なんでこの歌詞を書いたのか全くわからないっていう、まあ、でもお酒の力もありつつ相乗効果で作れちゃったっていう、かなりもうかなり酔っ払ったと思いますね。かなりゾーンに入っちゃったってことですね。もうそうですね、感情をまあ、ラストダイナソー最後の恐竜って曲タイトルで、時代遅れのピローズが年を取って、でもこれからどうしていくんだっていうのを全くよく読んでも分かんない、つじつま合わないのを自分では多分その時あったと思うんです。ブワーッと書いてて、それが案外いい曲っていう、ね、なんか今自分が何を思っているかとかが、今僕23年目なの、ピローズも23年目なんですけど、だんだん分からなくなってくるんですね。昔は本当に自分の感情にたどり着くのがもう一瞬だったというか、パッと振り向いたらいろんなものがごちゃごちゃあっても、その中で自分の欲しいものがすぐ分かるというか、振り向いてあこれってもう1秒で分かるっていう、それがだんだんこう分からなくなってきてる。で今もうすごい目を凝らしてすごいじっとそっちを見て、もう考えに考えて、ザ・ピローズ山中沙夫です。去年の12日にアルバムを、そのソロアルバムですね、はいはい、退屈な男、はい、退屈な男なんですよ。退屈な男だと思います。音楽、まあ、お酒も好きですけど、音楽、なんか僕の周りのミュージシャンの中を見てると、何かもっと音楽、ミュージシャンでも音楽以外にいろいろ興味あることがもっとあって、いろいろこう幅があるというか、もう僕の世代でみんなが好きというと、子供の頃からこれかなっていう風になってきてる感覚が自分ではあるんです。でもそれが
酔ってると割とこれってすごいパッとこうあのゴミのガラクタの山からすぐ宝物をパッと見つけたりするような気がします。なんか朝起きて全く記憶のない歌詞が出来上がってる時があってあのそれあのハッピービバークというアルバムに入ってるラストダイナソーって曲なんですけど、朝起きたらなんか曲と歌詞が完成してて、なんでこの歌詞を書いたのか全くわからないっていう。まあ、でもお酒の力もありつつ相乗効果で作れちゃったっていう。かなり酔っ払ったと思いますね。かなりプロ野球が好きだひいきのあのチームがあったりとか、はい、ワールドカップをみんなで応援したりとか、はい、なんかあるじゃないですか、はい、それも全くわからないんです。僕は昔からとにかく少数派気取りでとにかく少数派っていうのがかっこいいと思ってたんで、でもともととにかく僕は望もうと望むまいと、望む前とあの少数が多くて、例えばあの今飲めますけど、僕37ぐらいまでほとんどビールを飲んでないんですよ、嫌い で, そうなんです。でも大体ビールってみんなの共通項のように出されたりするじゃないですか、まずビールみたいな、ね、まず駆けつけいっぱい的な。それも不愉快だったし、あの取材とか行って黙ってコーヒーとか出てくるんですね。でもコーヒー飲めないんですよ。あ、コーヒー飲めないですか。でそれもコーヒーはみんなが飲むだろうみたいなのも苦手だし、タクシー乗って急にプロ野球の話とかされる運転手さんとかいて知らねえよみたいな、だからそういうみんなが好きなものが好きじゃないってことがちょっと多すぎて、そうするとね、まあ、ピローズみたいなちょっと歪んだアルバムを作るのになってくるわけですね。歪んだまま、ずっと見てますけど。そうなんです。例えばじゃあ作曲するときとかあはほとんど飲んでます。ピラフだと、いろいろこう計算が働くんです、音楽を作るのにも、うまくやってやろうみたいな。